ターボから出た空気がここを通って、この太いやつは吸気系の騒音を消音するためのサイレンサーで、で車の右の方に渡ってきて、ここのインタークーラーを通って冷やされてエンジンに入っていくようになっています。で今回は これですね、この真鍮のやつ、ここにボスをつけて下級圧を直接室内に伝えるような配管をつけました。この奥から上がってきた黒い細いパイプを通して下級圧を伝えますが、ここに来て、実はここにグロメットがあって、こっから室内に入っていきます。こんな風にメーターをつけました。夜間照明はまだつけてませんが、何かやりたいと思います。オリフィス必要。スポンジを詰め込んでみました。いい感じです。